キノコさん、ゲランとホーラシお願いします。年上最高、年上お姉さんが好きだけど、フリーなフータオみたいな少女とか、そんな日みたいなロリも好きと。なるほど、ゲラン。いや、原神はマジで民度いいよ。ゲランに平井の名言だぞ、これマジか。まあぶっちゃけ平井の名言はね、会心上がるだけでいい、強いんだけど、でもゲランだと攻撃力通常バフ意味ないしな。なんかこれ違う武器つけてんな、多分。何かを忘れているような。冷風勝利、正解。まあいいでしょう。サイレーナヒ、正解。また思い出したら、田中フータ、誰かに届けてもらえばいいだけのことです。ルロー、オロシャ、正解。清風陣、正解。草薙ライデン、なんだ、ライデン星5武器やん。おわつ。いや、ちょっと、平井ゲランだけ謎だな。俺全然セーフゲランでいいからね。かな？で、絶縁4。うん、まあ。とりあえず星5だからつけてる説あるな。42.9。強いな。羽。38.8。時計は原茶かな？あ、いいですね。もう原茶時計。素晴らしい。26.5。トップは水バフで 41.2。冠は。あ、HP 冠なんだ。あー。冠 HP にすると会心がカツカツだからね。だから会心が上がる武器をつけてるってことか。人気すぎるのも羨ましいものだね。まあちょっとステータス見てみよう。まあ、ぶっちゃけなくはないけど、ゲランってゲランの武器が弱水とかだったら会心結構余裕あるから、まあ、HP 冠とかありなんだけど、まあ、見てみよう。HP 35000。いつ63、ダメ195。もうゲランだしね、もうこの時点でゲランクソ強いんだよな、現地役なし。いや、いいと思います。ちょっと武器が気になる。あ、いいと思う。え、強いし、いいと思うねんけど、気になるとしたら、ちょっと平井の名言にゲランは相性は良くないな。これなら全然、会心上がるだけなら別にランク級でもいいし、セーフゲランめっちゃ強いし、他にもいいのあるかも。率63はね、もうちょいやってもいいかな。1対2がいいから、まあ、80、160とかに生きるならそっちの方がよし。でもね、ぶっちゃけイエランだし強い。現地あるし。イエランだし強いです。で、気になったのは、君の生物強いのよ。全然ね、現地 26.5 とかさ、現地時計。41.2 の水バフとかさ、強いじゃん。結構生物厳選してんねん。なんやけど、レベル80の武器、レベル80の武器。まあ、セーフレベル70はね、まあ、全然いい。セーフ権どうせ90レベルまで上げても454だからいい。ルロー80気になる。どうが、田中70、サイレー80、セーフ70、セーフ気になる。武器をなぜ70レベル、80レベルで止めるか気になる。生物めっちゃくちゃ強いんだけど、その生物厳選の分武器に回してはいかがだろうか。で、草薙これ9、お前星5武器引いたんやからこれ90にしなきゃダメよ。生物めっちゃ強いんだから、どうせ強い生物出ないからその今スコア 43.5 あるやん。でスコア40の生物出すのってきついのよ。でスコア40の生物なんてどうせ出ないから、まず武器のレベル上げるでいいと思うな。え、ライデンの時に一緒に出ちゃってつけました。あ、そうなんだ。まあ星5武器だから持たせてる感じだろうね。いいけど、まあ、武器のレベル上げてレパートリー増やす方が大事に見えるな。天空二凸と平井どっちがいいですか？正直滑稽でしかありませんね。どっちも微妙いな。天空二凸だって会心上がるだけ、平井も会心上がるだけだし、ね、天空二凸は会心上がる量が多いだけだから。いや、マジセーフ弓エランとかやってみてほしいな。まあ、もちろん平井の名言はタルタリアとか弓矢とか、まあ、使うから、まあ、作っていいんだけど、一回セーフ弓エランやってみて。てか武器上げよう、マジ。あ、でもすごいね、ちょっと武器のレベル上げずにここまで生物と向き合うなんて。フォーロー者見ますか。マジでね、変わるで。80レベルさ、攻撃力449でしょ、基礎。90レベルまで上げたら、基礎攻撃力510になるね。いや、たった61の違いやんって思うかもしれんねんけど、その、基礎攻撃力61がさ、攻撃力パーセンテージの違いに関わってくるねん。この776が61上がって837になるのよ。で、61上がったら、この緑の量も増える。攻撃力パーセントは白の攻撃力使うから。いや、マジで、これも90レベルまで上げたいよね。まあ、特に草薙だって90だし、ルローも上げたいな。まあ、上げようぜ、武器は。サージョー4。41.1。あ、すごい。強い。お前、生物40超えててめっちゃ強いのに、なんで武器80レベルやねん。もう、
もう武器の方が確実に強くなれるのに。あのすごいな、ここまで生物につぎ込むなんて。羽は 41.7、 強いな。時計、攻撃時計 38.0。 コップは攻撃コップ、ああ合ってる。放浪者攻撃コップは砂上4ならありではある。 38.8。 冠は 26.4。 砂上4セットでダメバフがね 55% 稼げるので、まあ、コップは、まあ、風バフがいいんだけど、武器ルローだもんな。地風原点とかね、トゥライトゥーラならね、攻撃コップでもいいね。ルローなら風バフでもいいな。まあでもスコア高いしいいか。カンブリア 26.4。 え、強いじゃん。攻撃力2000。あ、強い。いや、いやマジ、 お主生物 クソ強い。武器、武器、あの、わかった。あのね、1ヶ月生物厳選禁止だ、お前は。マジ意地悪じゃなくて、じゃ1ヶ月生物厳選禁止で武器のレベル上げよう。まず草薙から。草薙、ルロー、次セーフやりかな。まあでも これはね、上げましょう。損してるわ。生物厳選してもどうせ強いの出ないから、結構いいの揃ってるから、どうせ強いの出ないから、武器強くしよう。たまには散歩するというのも悪くありません。レベル19、6。あ、もうちゃんとテンポ上げてるね。爆発はね、二突してから上げていいから。合ってる合ってる。マジすごいな、私以上の生物ジャンキーがいたわ。すごい。武器突頑張ります。そう、武器の突破と90レベルね。逆に清風剣とか清風弓は70レベルくらいでも十分強いしって感じかな。万能メイドさん、ノエル、ノエルと時間あれば放浪者、ね、放浪者見てほしい人多いな。いいね、ノエル教、ノエル狂いらしい。カカンイコール稲光。どういうことだ、厳選カカンと稲光。見てみるか。武器、あ、来た。石角、石角ノエルはガチ。マジでもノエルの一番パワー出ますね。ただ石角はダメバフが伸びないんだよね。そう、ダメージバフがの回心めっちゃ漏れるし、防御力上がって、ノエルにとっての攻撃力も上がってめっちゃいいんだけど、ダメバフが伸びません。そこでフリーナなんですよね。フリーナの世界を熱狂の渦に、でダメバフめっちゃ上がるんで、石角ノエル×フリーナはマジで正義だな。で、カカン4セット、いや防御力そのまんまスコアに入れていい。 40.8 かな。羽が 44.4 ケンちゃん、ケンちゃん偉い。ノエルは爆発60族だけど重いです。時計が、時計強い、 45.2。 コップが岩バフで 14.8 ケンちゃん。あー、これ多分岩バフ自由枠だし、岩バフで一番強いコップなんだろうな。いや、いつか岩バフでスコア40のコップが出る、40ぐらいあるコップが出ることを祈ってる。これはもう歴、原神歴がものを言うからね。強いダメバフのコップは現地あるのいいな。冠が 20.6 か、 いいじゃん。ノエルのために頑張ってる。率73ダメ、いや綺麗だね。率ダメはちゃんと上がってて、現地も120あってね。いや、もっと上いけそうだな。生物自体は伸びしろ感じる。まあ、石角でめっちゃ回心稼げてんのがでかいね。貫突、テンプはやっぱそうね、推しだからトリプルクラウン素晴らしい。え、もう一人が放浪者、どれどれ。攻撃力1900、武器なんだ。ルローをちゃんと90まで上げている。放浪者レベル8じゃない、そうそうそう。で、え、キャラも90レベルまで上げた方がいいキャラがいる。例えば HP とか防御とか、え、元素反応をメインのキャラと HP 防御を使うキャラは90まで上げた方がいい。元素反応を使うキャラで言うとカズハとか、まあ、拡散のカズハ、スクロースで、あと、まあ、超開花のクキシノブ、あと開花のニーロとかかな、は90レベルまで上げた方がいい。まあ、ニーロは HP も使うしな。で、HP 防御力使うキャラも90レベルまで上げた方がいい。だけど攻撃力使うキャラはね、80で止めちゃっていいんですよ、別に。もちろん90まで上げた方がいいんだけど、攻撃力はね、レベルでそんな変わらない。1レベル上げても攻撃力 1ぐらいしか、1とか2しか伸びない時が多くて、逆に武器がね、攻撃力変え、大きく変えるんで、そう。だからね、放浪者80レベルで武器90レベルはね、合ってる。別にいい。な？生物は、サージョウ4。え、花が。ぶっちゃけまあ攻撃力なんてベネット使えばいいんだけどさまあ攻撃力なんてベネット使えば誤差なんだけど、だいぶ誤差なんだけれどもいいです。まあ、ベネット使えない時もあるしな、使えない
パーティー編成的に使えない時もあるしな。ちゃんと必要なレベルを上げよう。 41.2 金は何本だ。 36.7 十分。はいはい、そろそろ回収するとしましょう。 36.7 時計が 24.8 コップが風バフの 32.9 原茶か。冠が 10.5。 はいはい、スコアなしだけど、まあ流浪で回心稼げてるからね。うんうん、いや、いいと思う。アタッカーとしてのレベルになってるな。水準に達してる。率72、ダメ170。放浪者は氷拡散すると回心率20上がるし、うん、ダメバフ十分、攻撃力、率ダメ十分、攻撃力は、まあ、ベネット合わせればいいし、うん、いいと思います。無凸、テンプレベルは883か。うん、いいんじゃない。放浪者はね、社長4セットちょっと無理して組みたいんだよね。風バフ。通常銃撃主体で風バフ 55% 入るから死ぬほど噛み合ってるよな。砂上4セットは放浪者専用ではあるんですが、マジでいいです。みんなちゃんと砂上集めてるの偉すぎる。うちの放浪者は風ファントム。いや、そうやね、風ファントムだとダメバフ30なんだよな。砂上4だとダメバフ55で攻撃速度だから、まあやっぱ砂上4強すぎるよな。多少スコア落ちるぐらいなら砂上4にしたいよね。稲光は永遠という意味です。そういうことか。そうな、火間イコール永遠ってこと。一生火間回ってんだ。いいな。